はい、どうも、SNC コンサルティングのスキュリーです。お疲れ様です。びっくりした。これね、今ね、別チャンネル用の動画で、ちょっと怖い話に絡めた、マインドセット的なね、話をしてて、で、今この状態なの。びっくりしたでしょ。で、そのチャンネルで話したことと同じことを話すのも、まあ、芸がないので、若干怖い話絡みでの、生き方っていう、その成功理論じゃないけど、やっぱりここを落としちゃうと、ここ見落としちゃう、ここ怠けちゃうと、なんか巡り巡って成功しなくなるよねっていう話を、若干怖い話と絡めて、お話しようかなと思うんですけれども、とあるね、心霊番組があって、で、僕お化け信じてないんだけど、超好きなの。稲川淳二とかも大好きで。で、心霊番組とか見てたんだけどさ、とある民家の、とある住人が、なんか霊障にね、霊の障害、霊によって引き起こされる様々な、ね、ラップ音だなんだとか、その霊障に悩まされてるっていう、そのルポ系のね、番組で、実際に、その台本あるのかどうかわかんないけど、でも実際にそういうその霊現象に悩まされてる人の、自宅に霊能者的な人が伺って、なんかいろいろ調査したりとか、赤外線カメラ的なものでなんか撮影したりとかする、そういう系のなんか心霊番組で、それ面白いんですよ、僕は。で、ちょっと話それますけど、一番嫌いなのは、あれ、本当にあった怖い話系の、本当にあった、その呪いのビデオ系か。レンタルビデオ屋に行ったら50巻、60巻ぐらいまでずらっと出てるでしょ。作った系のやつね。 CG 系のやつの、そういうのはあんまり好きじゃないんだけど、それルポ系は、なんか本当怖いところに行くっていう系は大好きで。で、それ見ててさ。で、その家の住人がね、この部屋から、この部屋が一番嫌なんですよねって、その霊能者とか、そのテレビクルーの人に対して言うの。この部屋が、私の家の、この部屋が一番その雰囲気が嫌で、で、なんか夜中のその微妙な音とかも、この部屋から多分するんですよねって言うんですよ、家主が。で、その霊能者とテレビクルー、じゃあその襖開けますよね。ギギギギギって開けるわけですよ。で、その部屋何の部屋かっていうと、仏間よ。仏壇置いてあるんですよ。で、汚えの、部屋が。だから、怖いから入ってないって言うんだよ。で、それ見てまず瞬間、こいつバカかと思って、その住人。いいよ、怖いのわかるよ。怖いの分かるんだけど、仏壇置いてある部屋には入りましょう。仏壇置いてある部屋を閉め切って手入れしねえってどういう了見だっていう話なんですよ、僕の感覚から言うとね。で、怖い雰囲気がしてって、分かるけど、怖いのはそこから怖いんだろうから。でもさ、仏間は開けとこうっていうところじゃないですか。で、部屋のね、手入れもしてあげないとダメだし、仏壇だってね、きれいにしとかないとダメだしさ、そこ、例えばご先祖様代々がいる部屋だぜ。怖いんですよねは当たり前なんですよ、本当に。僕だって夜中ね、実家とかのさ、仏壇ある部屋に行ってさ、おばあちゃんとかさ、その亡くなった人たちの遺影とかが若干飾ってたりもするんだけど、夜中それ見てて、それは怖えわ。それ怖い部屋だもん、だってそこ。そこは死んだ人がいっぱいいる部屋なんだもん。だからといって、入んねえってどういうことだっていう。そこは覚悟決めて入って、怖いけどお掃除しますねっつってお掃除しなきゃダメだろうと思いながらさ、見てて。で、霊能者もなんかこう見ながら、なんか喋っててさ、で、なんか定点カメラをじゃあ設置しますみたいなね。で、仏壇のその家の、仏壇の上の方に遺影が飾ってあってさ、で、その方でなんか影がみたいな。 なんか影が動いたみたいな話があったりとかして、で、いろいろまた話を聞いていくとさ、
その家では誰かが亡くなってるんだって、家の人が。おじいちゃんだったかな、うん、おじいちゃんが亡くなってて、でおじいちゃん自殺だって言うんだよ。でほうほうほうと、でどこで亡くなったんですみたいな話をテレビの中でしててさ、でこっちですって言って、家の人がまああのテレビクルーと霊能者さんを案内して、でそこ、その亡くなった現場ってどこかっていうと、まあ当然敷地内なんだけど、車庫なんだよ、ガレージで。結構田舎の家っぽくて、車庫っつっても結構納屋みたいなレベルの、かなり広いちょっとしたその木造の倉庫みたいなレベルの車庫で、でまあそのそういうレベルの車庫だから、なんかその農具、農業やってたのかどうかわかんないけど、なんかちょっとクワとかさ、なんかそういうものとか、なんかそのはしごのでっかいやつとか、なんか木材とかも置いてて、でここの端っこの窓際のところでね、ガレージの中の窓際のところで首を吊って亡くなってたんですよっていう、そのガレージが汚ねえ、ね、汚ねえんだよ。いや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 、この家の人頭おかしいなと思ってさ、あの周りないでにも自分の身内がさ、そのじいちゃんと何があったかわかんねえけど、死んだとこだぜ、綺麗にしようよって話なんだよ。まあそもそもガレージ自体も綺麗にしていただきたいし、あの亡くなった現場はさ、綺麗にしようぜって話なんだよね。でもその窓際の下の方に、そのなんか木材とか置いてあってさ、ほこりにまみれた蜘蛛の巣とか貼ってて、で窓だって汚ねえんだよ、なんか雰囲気。いやー、それはね、霊障って本当に世の中あるのかどうか知らねえけど、それじいちゃんも切れるでしょうよっていうところなんだよね。で、まあそこで霊能者さんがね、ここで亡くなっちゃったんでしょっていう、なんか亡くなっちゃったんですねって話をして、でそこでなんかお祓いみたいのを始めてさ、でそのお祓いしてる途中に、なんかその家主の人になんか憑依したような感じで、家主の人がなんか泣き笑いし始めちゃって、笑い泣きで、最初なんかゲラゲラ笑い始めて、でその後号泣し始めたんだけど、まあ結構、まあ、ガチ泣きには見えたけどね。でまあ気持ちはわかる、うん、なんかいろいろ込み上げてくるものがあって面白くなっちゃって泣いちゃったんじゃない、うん、まあほっといたの自分だからね自分でその仏場には入らないし、自分でその亡くなった現場はきれいに してねえんだから。でそこでいろいろ言われてさ、まあ霊能者が本格的なね、それっぽいようなお祓い始めたらさ、歓喜を待って泣くだろうね。だからそれはまあ乗り移られたんじゃなくて、多分気分的に高まって笑っちゃって、自分バカだったなとかっていう気持ちも含めて笑っちゃってからの泣きに入ったのかなと思うんだけど、泣いててさ、で霊能者もこうポンポン肩を叩きながらね、おじいちゃんの気持ち伝わったよねみたいな、 でもおじいちゃんにちゃんと話しかけておいたから、これで成仏してくれるはずだからみたいなこと言ってて、でその家主もね、ありがとうございますって泣きながら言っててさ、で終わったの。どう思う？終わってなくない？これこの霊障終わったのかな。俺ね、終わらねえと思うんだよね。変えるべきなのはその家のその価値観、うん、仏壇を仏間を締め切るその話、そこに関して言及してねえんだよ霊能者さん。大丈夫かいと思ってさ、仏壇の部屋きれいにしなきゃならない。でもちろん怖い気持ちはわかるけど、ちゃんとそのまあ毎日は難しいだろうけど、ほぼほぼ毎日手合わせた方がいいし、そんなことがあったんだろうね。で先祖に対して心からまあまあ見守ってくださいねっていうぐらいな気持ち、まあ霊の世界とか信じてなくてもいいから、手合わすっていう義理事をちゃんとやるってこと。うん、いやでもそれがまあ僕らの文化であるはずなんだよ。でプラスアルファやっぱりそのガレージだってきれいにしなきゃいけない、仕事だって大変かもしれない、時間がないかもしれない、その中で身を削ってね、ガレージはきれいにしよう、人が死んでるとこなんだから。で他人が死んだわけじゃねえんだからさ、自分のその血縁者が死んでんだから、そこはきれいにしましょうよっていう、それ霊がどうとかじゃない、義理事として、義理人情として当たり前のこととして、そこはきれいにしなければいけないんですよね。でなんかさ、ちょっとお祭りとかがあってね、なんか物買ってきたよって、焼き鳥でも買ってきたよって、じいちゃんだから焼き鳥食うかもしんねえじゃん。
置いてあげるのが人情でしょっていうところなんですよ。で、1日経ったらそれは下げなさいよと。ね。それを放置してたら当然腐るけどさ、1日ぐらいだったらいいじゃないですかっていう。それ気持ちの問題でしょ。それがねえからその家ではじいちゃんが死んだんだよね。そういうその、例えばその自分の先祖とか血縁者とかに対する優しみがない家だからじいちゃん自殺して首くぐったんだわっていう。そこの話を霊能者しねえんだよね。あの霊とかの話じゃないでしょ。これ当たり前のその科学的な話というか、いやそういう対応してたらそう人間はなりますよっていう、どっちかっていうと心理学的な方面の話でしょこれ。で、この話からあの僕は本当ね、やっぱり、お化けの話好きだけど、まあ実際本当に遭遇したことって本当に遭遇っていうか、なんか変な体験したのは1回しかなくて、それはまあ別のチャンネルで話したからここでは言わないけど、でもまあ基本信じてないから面白おかしくそういう心霊番組とか見れるのね。だからこの話はその心霊の話ではないんですよ。人間の真心の話。うん、だからもしあなた今ビジネスとか頑張ってる、で仕事も頑張ってる、でもなかなかうまくいかない、まあいろいろ大変な状況はあると思うけど、ギリごとっていうのはちゃんとやろうっていうことなんですよ。特にその亡くなった人とかに対するやるべきことはね、やらないといけないんですよ。仏壇最近手合わせてますってことです。うん、で本当遠くのね、実家が遠くにあって、これはもう仕方がないよね。仕方がない仕方がないけどさ、じゃあ例えば実家に戻った時にはちゃんとそのまずお家に入ったら、まあ両親とかに久しぶりみたいな挨拶して、じゃあちょっと仏壇に手合わせに行くわっていう、で仏壇に手合わせてっていうのが多分スマートじゃないですか。うん、かっこいいと思うよそれが。なんかなんだよ、もうこういう話するとこういうさ変な音とかあるんだよね。なんか落ちたわあ、ちょくちょくある。でも俺信じてないんだよねこういうのうん。でまあ仏壇に手合わせてね、でお線香あげますって、で夏だったらそれはお墓に行くんだったらお墓に行きましょうと。うん、でお墓に行って、まあもう何でもいいよそこでお墓に対して言うことはね。まあ本当はさ、自分の望みなんてさ、望みとか希望とかをそのお願いする場じゃないじゃないですか、お墓は。お墓とか仏壇は、うん、本来そんなことやるべきことじゃないんだけど、でも人の心考えると、自分の、例えば僕が自分のね、自分の仏壇とかお墓には自分のおばあちゃんとかが入ってるんだけど、おばあちゃんとかだったら許してくれるだろうなと思ってさ、今こんな感じで仕事してるから、まあその大金持ちになりますようにっていうか、大金持ちに、なれるようにおばあちゃんも頑張って僕のこと応援してねみたいなことは言う、うん、心の中でね言うけど、まあそれはありじゃない。でダメっていう厳格な人もいるかもしれないけど、僕の中ではありかなと思ってる。それがなんかもっとのこう、なんていうの、形式ばらない生々しい感じの、そのご先祖様っていうか、まあおばあちゃんとかその先の人たちとのつながりかなと思うしね、僕はね。でもこれは正しいかどうかはわからない。僕はお墓参りした時にはお願いする。うん、で僕のね、この月居の家がさらにこう流星を極めますようにみたいな、うん、そのために今仕事頑張ってるのもあるので、今月の売り上げが2倍ぐらいになったらいいなっていう、そういうことをお願いしたりとかするよ。うん、でもそれはまあその家の、まあ、文化っていうのもあると思うし、本当はダメなんだけど僕はやっちゃう。うん、でまあ当然そのまだ僕の母親とかも生きてるから、母親とかとも一緒に墓参りには行くし、で結構遠い人の墓参りにも行くね。うん、距離結構あるところまで車で100キロとか運転して、うん、あれよ、離婚した、親離婚してるんだけど、離婚したその親父方の、僕は離婚して母方についてるんだけど、親父方の墓参りもちゃんと行くわ。そういうのがないと、なんかどっかでしっぺ返し来るんですよ。
引き寄せじゃないけど、なんか巡り巡ってくるの。やっぱりやるべきことめんどくさいじゃないですか、正直。じゃあ墓参り、100キロ先の墓参り行って、100キロ先の墓地まで行ってさ、あ、お墓参りして、なんかこう夏のね、最高に海行きたい時ね、超マレーシア行きてっていう時に、いや、ちょっとその墓参りあるからっつってマレーシアを蹴ってね、墓参り行く、このスタンスめんどくさいよね。でもそこきっちりやることによって、やっぱりそのビジネスとか、じゃあそのビジネス絡みでの人間関係とかにおいても、多分きっちり感って出てくるんだと思うんだよね。だから僕はね、そこは大切にしてるわ。だからそこ大切にしてほしい。うまくいってんだったらいい。うまくいってんだったら別にその、わざわざね、ご先祖様だとか、仏壇がとか、お墓がとか、そんなこと考えなくてもいいかもしんないけど、でも後々を考えるとしといた方がいいよ。じゃあさ、じゃあ例えばだけど、名だたる大企業のさ、お偉いさんというか、すごいその有名な社長さんとかがさ、墓参りしてねえかっつったら、してるに決まってると思うんだよね。それは当たり前の話としてしてると思うんですよ。だからもしあなたが今成功してても、ちょっとそういうそのまあやるべきこと、義理に関することはやっといた方がいいかなと思いますよ。でそれの積み重ねでね、徳、人徳というか徳っていうのがまあ積み重なっていって、でなんかいいことが将来起きたりするんだけど、それも結局霊的なものじゃないんだと思うんですよ。その本来めんどくせえこと、まあ、墓参りだって正直めんどくさい。あの、人間亡くなっちゃったら亡くなっちゃってたんだから、お化けとかいない、霊とかないわけですよ、僕の感覚から言うとね。でもめんどくさいけど、でもまあ、あの、血つながってるね、人たちだし、ご先祖様っていうことなんだから、じゃあそのめんどくさいを忍んでね、ちゃんと墓参りに行く、きっちりやってあげる、このきっちり感が多分じわじわとビジネス方面の人間関係とかビジネスに対する姿勢に多分出るんだわ。時間を守るとかね、めんどくさいところを、めんどくさい作業もちょっときっちりやるとかさ、そういうところに出てくるんだと思うんだよね。訓練なんだと思うんですよ。そのしっかりやるってことの訓練の一つが、お墓参りするとか仏壇きれいにするとか、そういうことなんだと思うんだよね。だからそのさっきの話の、そのなんか霊障、ポルターガイスト的なことが起こるその家の人、霊能者はそういうことに関しては一切言及せずね、これで解決だねみたいなこと言ってたけど、絶対解決してないと思う。その家では下手したらまた人が死ぬと思うよ。身内が自殺する、身内がなんかトラブルに巻き込まれて殺されるとか、身内がうつ病になって部屋にこもっちゃうとかね、あるよ、当たり前だよそんなの。そこ直さない限りはね、死んだ自分の身内の仏壇っていうか、それがある部屋をきれいにしねえっていうのはもうありえない。自分の血縁をさ、いや、血つながってる人間たちをさ、その部屋に、あの仏間に閉じ込めてだよ。で、簡単に言うとスピリチュアル的ゴミ屋敷に住まわせてんだぜ。そういうことでしょ。仏間を掃除せず、空気もよどんだまま仏壇部屋閉めんだぜ。で、気持ち悪い気持ち悪い、この部屋気持ち悪いっつってんだぜ。どんだけ佐渡なのって思うけどね。でもその人の、その家主にとっては普通のことなの。それが何にもその変なことだと思ってないまま育っちゃった家なんですよ。なのでそこでは人が死ぬんです。そういう家だから、身内のことをあんまり気にしない家だからね、思いやらない家なんです、無意識に。でそれが普通ぐらいの、思いやりあるよって思ってるんだろうけど、人並みには思いやりあるよって、私は普通に優しいよって思ってるんだろうと思うけど、そういう家で育っちゃったらさ、それが普通だと思うじゃないですか。だから僕ら
から見ると変なはずなんだけど、思いやりねえなって思うんだけど、その家の人にとっては私思いやり一生懸命かけてきたのに、おじいちゃん亡くなっちゃったなって、自殺しちゃったなと、なんでだろうな、悩んでたのかな、まあいいかと、仏壇の部屋は閉めておきましょうって、変でしょ、変なこと分かってないんだよね。だからあなたもしかして、その仏壇とかお墓参りとかのことに関してあんまり、その、まあ、何もやってないんだったら、もしかしたら似た状況になってるかもしれないよ。普通だと思ってるけど、旗から見たらちょっと変かもしれない。うん。だからそれを直すのはこれ習慣だよ。僕だって高校の時とかはもうお墓参りとかいいよって、高校の時とかはね、おばあちゃんとかまだ生きてたからさ、墓参りとかめんどくさいよって、あ、だって会ったこともない人が中に入ってるんでしょ、どうでもいいよって思ってたよね。でもそれを習慣によって今みたいな考え方になって、でまあそれってやっぱりその人生成功していくにあたって重要なことだなっていうふうに思うから、豊かに生きる、楽しく生きる、そういうことにとっては本当に大切だと思うので、思うようになったので、あなたもなるから、だから嫌でもやってみ、うん、やった方がいい。そうするとそういう仲間たちが増えてくるから、やっぱりそこは引き寄せ、普通に引き寄せるから。僕だって嫌だもん、なんつうの、いやここ10年ぐらい墓には墓参りしてないっすねっていう人は嫌だ、やっぱり。え、マジそれは行こうぜっていう。で、いや行かないっすね墓参りとかっていう人は、さすがにそこで縁切ると思う俺。あ、そういうもんすか、じゃあちょっとブラッと行ってみますかぐらいだったら、いや行きゃいいじゃん墓参りぐらいっていうことだから、だからそこで、あ、じゃあちょっと行ってみようかなっていうふうに言う人だったら全然仲良くなれるけど、いや墓参りとか行く文化ないっすね、いや言われたって行かないっすねっていう人は、あ、そうなんだね、あ、そういう文化もあるよね、わかるわかるって言ってもう話しないわ。うん、だからそこはちょっとやった方がいいと思う。でこれって多分その社会的に立派な人たちって、僕が立派って言ってるわけではなく、社会的にその地位のある人たちってここはちゃんとやるところだと思うから、だからまあやりましょうっていう、ちょっとそういうスピリチュアルというか、まあ霊的な話をしながら、まあビジネスというか人生成功マインドのお話をしました。うん、僕今人生幸せ度 120%、この間もトラブった、なんかでそのめんどくせえことがあって、なんだそうそうそう、違う、家にさ、実家にさ、なんか謎の追い込み電話かかってきて、でしかもそれ謎なの、僕ね実家の電話番号なんて誰にも教えてないにもかかわらず、実家に電話かかってきて、月より優也いるかっつって、いや知ってるやつなんていねえんだよ、なんだそれと思ってさ。で唯一考えられんのが、最近あるらしいんだけど、同窓会名簿詐欺、同窓会名簿っていうか卒業アルバムとか、昔の人間だから、僕36だから今年で、で卒アルとかにさ電話番号と名前書いてるじゃん、だからその卒アルからの名簿業者から、詐欺師が、オレオレ詐欺師が、あの名簿買って、でそこに対して電話かけてんじゃねえかなって。そしたらその辻褄は合うよね。実家、僕は高校とかの時にはその実家に住んでたわけで、そこの固定電話変わってないからでそこでは月折優也ってのが卒業してる、で今年齢35歳、うん、ね、となるとそこに電話かけてさ、月折優也いるかっつったら、まあ母親が電話出たらいますけどってなるよね。で、まあ、実際そういう状態なんだけど、多分それかなと思っててさ、で母親とかさ身内の人間がそれで怖がっちゃって、しかも2回連続でかかってきたらしく、あの2日にわたって、だから詐欺の予兆電話っていうらしいんだけど、まあ、下調べ的な電話かなと思うんだよね、うん、だから電話買い替えた電話買い替えてあげた、電話をねプレゼントしてあげた、あの電話取った途端、こっちが電話かけるとするじゃん、電話取った途端に、この電話は録音されていますみたいなアナウンスが入ってからのプルルって鳴るようなシステムで向こうをビビらすっていう、
電話がほとんどなんだね最近ね。その電話をプレゼントしてあげましたね。うん、まあ、そんなねトラブルに見舞われながらもなんだめんどくせえな、なんだよこれ、俺誰かに狙われてんのかなと最初思ったけどさ、でもよく考えたらまあ同窓会名簿からの詐欺かなと思って、でまあいいかなと電話も買い替えたしっていう感じで、それでもやっぱり人生、幸せ度は今 120% ですね。何の悩みもない。本来そこで悩むはずなんだろうけど、そんなわけのわかんない電話がね、しかもなんか切れてたらしいの。月夜優也いるかおらみたいなノリだったらしいのね。家の人たち超ビクビクしちゃってさ、あの殺されるのみたいな話にもなっててさ、いやないからっていうそれはない、うん、それはないからねっていう話をしてるんだけど、内心ちょっとビビってるのもあり、でもよく考えたらまあこれ同窓会のあれだなって、誰にも教えてねえんだからと。でてめえこらで来てるような部類の人たちだったら、多分てめえこらする前に多分俺刺されてるんだろうからきっと大丈夫かなっていうのもあり、で僕ほんと真面目に今仕事してるから、もうそんな誰から恨まれるってこと一切してないしね。うん、で金払い悪いとかも全くないし、むしろお金を払う方だし、ニコニコしてるし、筋は通すし、ね、お墓にも行くしねちゃんときっちりやることはきっちりやる人だから、あんまり理不尽な要求とかもされないし、あ、じゃあ詐欺だなと思って、で、人生 120% を維持してる。人生 120% の幸福度。ね、人生幸福度 120% を維持してる状態なので。やっぱりそんな僕の考え方って結構重要かなと我ながら思うから、ぜひあなたがもしお墓参りしてない、ね、仏壇にしばらく手合わせてね、っていうんであれば、やりましょう。うん。簡単なこと、本当簡単なことです。5分で終わること。まあ墓参りはね、もう時期過ぎちゃってるからあれだけど、まあまあまあ、まあじゃあ来年のあのお彼岸とかさ、そのお盆とかには必ず行こうって決めてね。で心揺らいじゃったらあれだから、まあ実家に電話しといて。来年は絶対墓参り行くから忘れないで言ってねって。それ多分ね、まあよっぽど変な両親でもない限り嬉しいことだと思うよ。で、まあ、実家に里帰りした時とか、まあ、実家に住んでるんだったら、実家が近いんだったら、まあ仏壇に手合わせてみる、うん、今までしてない人がいきなりそんなことし始めたら、あれあんたどうしたのって家の人から言われて、なんかいい雰囲気になるよ、幸せな気持ちになると思うよ。そしたら仕事だって頑張れんじゃん、うん、はぁって悩んでて仕事頑張るのと、ああ今日一日なんかいいことをしたなって思いながら仕事頑張るのと、どっち効率いいっていう話ですからね。だから全部つながってくんだよ、そんな感じで。なのでまあね、いいことをしましょう。善行を積むっていうのは多分そういうこと、うん、いいこと、徳を積むっていうのは、まあ霊的な意味でいいことが来るんじゃなくて、ちゃんと科学的にいいことが起きるようになってるんだと思いますね。うん、はい、今回はそんな感じです。ではまた。